ボート戻ってきたよ。いいですか。どうぞ。はい。では最後ということでよろしくお願いします。俺はですね、もう言っちゃうんですけど、住んでるところはですね、スカイツリーのほぼ根元なんですね。墨田区ということです。はい。でなので浅草も近いですし、葛飾なんかも全然行ける県内ですね。で墨田区という街っていうのはそのスカイツリーの今空町とかできてるじゃないですか。あそこら辺はすごく綺麗になりました。なんですけどそこを一歩離れてしまうと完全なる下町です。木造住宅ドワーッと立ってるし、道も全然整備されてないっていうか曲がりくねってるんですね。ちゃんと5番目になってない、そういう町に住んでます。で俺の住んでるエリアから2つ3つ、行くとですね、町工場が多いエリアがあります。はい、で町工場っていうのはそんな工場が、あるわけなんですけど、もう何十人も働いてる工場じゃないです。もう本当に10人以下とか、そんな感じで小さくやってる、工場がいっぱいあるんですね。でそれがやってることっていうのは様々なんですけど、例えば、服飾関係だったり、革をやるやつだったり、メッキをやるやつだったり、いろんなやつあるんですけど、大体がそんなでかくないですね。10人とか8人とか、そんなもんの人たちしか入らないところ、ちっちゃいちっちゃいところがいっぱいあるっていう、そういうエリアです。で、この話を体験した人っていうのも、そのエリアに住んでる方で、ご両親が、その町工場に勤めてる方なんですね。でそのご両親というのは服飾関係の工場に、町工場に勤めてます、ニット製品の工場なんですけど、でそこで働いてる。で両親とも共働きなんで、その方がですね、小さい頃幼稚園とか小学生の頃っていうのは、家で一人留守番させておくわけにはいかないわけで、どこでじゃあ紐が潰してるかっていうと、両親が、働きに出てる町工場に行くんです。でその工場っていうのはもうそれこそ5人6人8人とかですから、すごくアットホームなんですよね。親戚のおじさんおばさんぐらいの付き合いのすごくいいとこなんですね。なのでなんとかさんの息子さんだったら全然いいよ、いてもらって、仕事終わるまでいてもらって遊んでもらって、で終わったら一緒に帰ればいいじゃないっていう風な話がもう通ってまして、でその方っていうのはその町工場で幼少の時を過ごしたっていう記憶があるんですね。でじゃあどこで遊んでたかっていう話になってくるんですけど、ご両親が服飾関係の工場で織り機とかがあるんですよね。アイロンとかもあります、もちろん。なんでいろいろ危険な機会があったりするわけです。でさすがにそういうところで子供を遊ばせると、家で留守番してるの危険ですから、じゃあどこで遊ばせたかというと、出来上がったニット製品を、一時的に保管しておく倉庫があるんですけど、そこで遊んでてねって言われて、でその方幼少の時にその倉庫でずっと遊んでたんですって。そこにはハンガーラックにいっぱい出来上がった服がかかってて、でそれがダーって並んでて、でそれが迷路みたいになって、そこをくぐり抜けてわーって遊ぶだけでも楽しかった。探検ごっこみたいな感じだったんですよね。あと段ボール、材料の糸が段ボールに入って送られてくるんで、その段ボールにマジックで落書きしたりね、それはもう捨てちゃうんで別にどうしてもいいやつで、お絵描きをしたりして遊んだっていう記憶があるそうです。でその方がですね、中学校の頃です。その頃になるともうさすがに一人で留守番なんかできますから、その町工場にはぱったりと行かなくなった。である日母親と一緒に話した時にですね、ちょうどその幼少の頃過ごした町工場の思い出話になったんです。懐かしいな、そういえば俺幼稚園の時とかにあそこの工場に行って倉庫でずっと遊んでたよな、なんて話をしたんですね。そしたら母親が「あんたそういえばあれあの子どうなんだ?」ですね。あの子ってと、あんたよく友達を倉庫に連れてきて、倉庫で一緒に遊んでたじゃない。あの子どうしたの？一緒の学校の子だっけ？聞いてくる。え？って思ったんですね。全然記憶がなかったんですね、その方。確かに友達と遊ばないわけじゃなかったわけで、でもそういう時、友達と遊ぶ時とかって近所の公園行ったり駄菓子屋行ったり、まあいろいろ外で遊んでたわけで、さすがに両親の仕事先の工場にまで自分の友達を連れて行って遊んだことなんて全くなかったんですね。記憶がない、そんなことはしてないはず。いや俺はそんな子知らない。嘘だって。ずっとあんたが倉庫で遊び出すと、もういつの間にかもう一人の声が、子供の声が聞こえてきて、キャッキャッキャッキャ楽しそうにしてる声が聞こえてきてた。あんたそういえば名前も言ってた、なんとかちゃんと遊んだって名前も言ってたじゃない。考えて、りゅうくんって言ったんです。お母さん、あんたいっつも仕事が終わって帰るよって呼びに行くと、お母さんお母さん今日もりゅうくんと遊んだ、昨日もりゅうくんと遊んだ、そういうふうにあんた楽しそうに言ってきたじゃない。名前を聞けば思い出すと思う。だけど名前を聞いても全く思い出せなかった。さらに、小学校の時とか、その幼稚園の時とかのクラスメートにりゅうくんなんて名前の人はいないんだそうです。そこでちょっと怖くなっちゃったんですね、その人。なんで気持ち悪くなっちゃったから、ごめん、もう思い出せないし、ちょっと気持ち悪いからこの話言え。そこでその会話は終わったそうです。それからまた時間が経ちます。大学生の頃、その方が両親の用事で、もうすでに働きに、その工場に行ってる両親のところにどうしても行かなきゃいけなかった。なので帰りを待ってる暇がないぐらい急用だったんでしょうね。それで訪れたんです。小学校幼稚園の頃以来ですから、十何年ぶりぐらいの幼少の頃過ごしたその町工場に再びその方は大学生の頃に訪れます。それで両親に会うんですね。で、まあ、用事はちゃんと伝えたかなんかで、まあ、大丈夫だったんですけど、ちょうどその頃その工場では大掃除をしてる時期だったんです。だからいろんな人が、両親も含めいろんな従業員の人が忙しくこう慌ただしく動いて、まあ、荷物の整理だったりしてるわけですね。で、ああ、なんだ、今、お掃除してるんだと思ってたら、両親が来て、あんた手伝ってきなさいって言われた。あんたは子供の頃お世話になったんだから、もうみんな年だし、体力仕事もあんまりできなくなってるから、手伝ってきなさいって言われて、おお、分かったってその方が言って、その大掃除を手伝うと。僕、どうすればいいですか？聞いたら、じゃあ、あそこが叩けて倉庫言われるんですね。十何年ぶりにですね、毎日のように訪れては遊んでたその工場の倉庫にその方が再び足を踏み入れるわけです。で、まあ全然変わってないんですよね。十何年経ってますけど、まあ、内装とかは全然変わってなくて、まあ、ちょっとボロくなったかなぐらいだったんですね。懐かしいななんて思いながら。で、倉庫の段ボールを片付けてくれって言われたんですよね。奥の方に、ハンガーラックの奥の方にその糸が入ってるその材料の段ボールを潰したやつがバーッと積んであるんです。で、それを大掃除の時に一斉に捨てるんですって。だからこれ全部持ってってくれって言われて、分かりましたって言って、段ボール結構重いんですよね。まとまってるとグッて持ち上げてゴミ捨て場に持ってって、また戻ってきてグッて持ち上げてゴミ捨て場に持ってってっていうのを繰り返す。で、まあすごい途方もない数あったんですけど、まあちょくちょくやっていくと減っていくもんで、やっぱりだんだんなくなってきて、でもうちょっとだなって思ってまたグッて持ち上げた瞬間に、いきなり積んである段ボールが古くなったんですって。いきなりこう、今まではただの古段ボールだったんですけど、いきなりその境目から古段ボールっていうか、もう何十年前のそのヘナヘナだし黒ずんでるしっていういきなり古くなったんですね。でその人ああって思ったんです。多分1年間でたまる量がここまでなんだって思ったんですね。その皆さん年ですから結構体力もないってきたから1年間でこんだけ片付けちゃえばまたもう1年かけてまたたまってまた1年ガッて片付けちゃってってやっておけば倉庫が溢れちゃうことってないじゃないですか。だからみんなここら辺でやめちゃうんだろうな。そう考えるとこれはものすごく古いものだなって思った。もしかしたら10年15年そんぐらいの古い段ボールがあるんだろうなって思って、まあいいやこの際だから俺この段ボール全部片付けちゃってまっさらにしてやろう、そうすれば楽だろうなって思ったんでフル段ボールグッて持ち上げたんですね。そしたら積み上げられた段ボールの端っこからちょん段ボールのいびつな切れっ端みたいなのがちょっと飛び出してたんですって。あれ積まれてる段ボールは全部同じ規格なんですよね。だから綺麗に積んでいくとパッと合うんですよね。いくら古いって言っても、まあ、形は同じですから合うはずなんですよ。なんだけど変な切れっ端がポッて出てる。あれなんだろうこれ気になったんでドサッて下ろして次の山をグッと持ち上げた。そしたらその切れっ端がどうやらすごく長いらしくてまた次の列に挟まってる。あれこれなんだ変な形でしかもすごく長い。どん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 それが気になっちゃったから上のをどかしていったんですって。で何が出てきたかっていうと2メートルぐらいに切られて貼り合わされて作られた人型に切った段ボールが出てきたんですね。でなんだこれって思ってふってその段ボールの人型の2メートルぐらいのやつを見た瞬間に固まったんです。ふにゃふにゃの字で十何年前ですから自分が書いたんですよ。子供の頃の自分の字でその人形の胴体に「龍君」って書いてあった。その瞬間に中学校の記憶がよみがえったわけですね。龍君って言ってたじゃない、あんた友達どうしたの。バッて駆け出して戻って両親のとこ行ってお母さん確認するけど俺が子供の頃に遊んでた時に一緒に遊んでたって言ってた友達の名前って龍君って言ってたよね。そうよあんた龍君って言ってたじゃない。まあついて思い出すことはなかったそうです。自分が子供の頃何と遊んでいたのかどうしていたのか、その古段ボールごと全て捨ててしまったらしいんですけど、その方はもう町工場に両親が働いてる町工場に行くことはないだろう、そういうふうに言ってました。なんでかっていうと思い出しちゃいそうで怖いから。そんなお話をした町になります。ありがとうございました。さあもうやばいお時間お疲れ。お疲れ様です。ありがとうございます。終電やばい人はもう出た方がいいかも。お疲れです。飯村さん。